純子と申します。この業界に入って一番最初に、幻想水湖伝というタイトルのキャラクターデザインの方させていただいたのが、まあ、始まりなんですけど、そこからいろいろな RPG とかアドベンチャーゲームとか、まあ、シャドウ・オブ・デスティニーとかタイムホローとかを作らせていただいたりして、まあ、去年とかはちょっとアルカラストっていうスマートフォンのゲームのキャラクターデザインや原作などをやってたんですが、まあ、今回このタイトルで、まあ、キャラクターデザインということで参加させていただきます。よろしくお願いします。そう言われてみると二十何年も経ってるんですけど、割と久しぶりに会っても全然当時と変わらないというか、まあ、お互い年を取ってるんですけど、まあ、なのでなんか全然そのまま続きみたいな感じで仕事できるのかなっていう風な気持ちでいます。はい。まあ、なんだろう、あまりコミカルになりすぎないように、かといって一応今回も一応ドットのキャラクターとして成り立つように、ある程度はっきりしたような色使いとかしてとか、まあ、いろいろ新しい挑戦をしていきたいなと思ってます。まあ、特に村山さんと一緒にやるとだいたい最初に名前と簡単な性格とかがまずオーダーで来るんですけど、だいたいそれを見て、あ、こいつ絶対こういうキャラクターだなっていうのをこう、だから割とキャラクター的な内容的な方から、見た目っていうよりも内部的にどういう人間かというところから作ることがまあ多いですね。はい。ドットキャラクターを作るときは、やっぱり情報量が限られるので、やっぱりデザインとして大きい、はっきりとした、あまり細かいディテールじゃないところで色を変えたりとかっていうことを考えながら昔は作ってたんですけど、今回割とドットとは言いながらも大きいので、あまり今回そういうこと気にしなくてもいいかなってちょっと思ってるので、あまりドットだからっていう苦労とかドットだからっていうのは今回はあまり逆に考えないようにはしてます。RPG はすごく好きで、そもそも RPG を作りたいからこの業界に入ったみたいなところもあるぐらい好きなんですけど、なんで好きかって言われると、なんだろうな、やっぱり物語に自分で参加できるところがやっぱりもともと好きだったんだと思いますけどね。最近の RPG は割と参加できるっていうよりも見てるのがちょっと多いかなっていう気もしますけど、今回のやつとかは割とそういう自分で運命を切り開いていけるようなことができるんじゃないかなと思ってちょっと楽しみにしてます。じゃあ何をもってファンが一番喜ぶのかっていうのは、そのストーリーもそうなんですけど、やっぱり一番表現したいものを出せて、でそれを受け取ってもらえるっていうことなんじゃないかなと思うので、ダイレクトにこれを書いてって言ってそれを返すっていうのともちょっと違うのかなという気は私はしてます。なので、まあできる今回のお話から来るオーダーできたキャラクターを自分なりに一生懸命やって返すことが一番喜んでもらえることになるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。今回はいろいろとありがとうございます。まだまだ頑張って進めていきたいと思いますので、これからも応援の方よろしくお願いします。キャラクターもどんどん増やしますので、はい。